日銀が発表した今月の短間、企業短期経済観測調査で、大企業製造業の景況感はプラス12と前回から3ポイント改善しました。改善は3四半期連続です。半導体不足で落ち込んでいた自動車の生産回復などが影響しました。また、大企業非製造業はプラス30とおよそ32年ぶりの高い水準となりました。